そのような本当の輪ということでね時刻は9時30分を回りました今週もパーソナリティドイヒデトとドクター水素ボトルの北条正弘さんですおはようございますはいおはようございます今週もよろしくお願いしますはい,いす、はい、というわけで、えー 絶賛の愛媛シリーズ、えー、ファイナルということでですね、はいお迎えしておりますゲストさんはミネ、えー、さんですおはようございますおはようございますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはいミネさんね私もあどんな字書くのかな多分あれかなっていう感じはするんですけれどもミネ、はい、さんのご活躍としてはこれ愛媛県内で。 ですかね。全国ですね。全国で、はい、全国でえチーム先駆けというね、えー、形でな五月役ということなんですが、はい、どどんなことをされてるんですか。と、はい、僕はずっとあの町おこしをメインでしてきたんですけど、それの延長線で、はい、はい、あの全国にいらっしゃる経営者の方々と組んでその土地をこう起こしていくっていうことをずっとしてるんですよ。はい、でその中でつながったそのまあ すごくこう勢いのある人たちであったりとか、はい、いい人たちと、まあ、チームを結成して、うんはい、その人たちと今あの活動してるっていう感じですね。あと言いながら、ま、え よく、ね、あのテレビのドキュメンタリー番組ですとかね、はいうん、例えば、まあ、あの残念ながらこれ抗えない状況の中で、まあ、被災地の復興であるとか、まあ、そういったところで確かに、ね、ある程度イメージできるんですけども、はい、例えばなんかこう具体例といいますかなんか事例というかありますかどこどこの土地で。あんまりあの具体的な話はあんまりできないんですけど、うんはい、例えばそのえー、っと とある県でいうと、はいえー、自治体なんかが結構いろんな自治体がいらっしゃるじゃないですか。で、はいはいね、何々協会であったりとか、ね、何々団体みたいな、うん、何々クラブみたいなその経営者たちの集まりみたいなところによく呼ばれて講演をしたりとか、うんはいね、そういう人たちとその土地の人たちと組んであのその土地に今必要なものとかっていうのを外から引っ張ってきたりとか。うん、だかその内部でこう またこう組み立て直したりとか、はいうん、ネット関係が弱いところにこうじゃあ、えー、ネット関係に強い人材を持ってきて、うん、そこであのホームページ作り直したりとかっていうところからもやりますしうんあとその農業関係であったりとか人口 <laughs>、ね、農業人口減ってもどこもかしこも大変なっていいますよね。さままざな 方々と組んでさまざまなつながりを使ってやってるような感じですねへということはミヌさんもかなり日本全国こちこちあいきますはいえ。すごいですねえいえいえええあすごいえスということはちょっと例えば何らかの原因で元気のないところを元気にしてあげるみたいな感じ、ね、そうですそうですそうなんですあ すすごいお仕事ですね,ね<ー>北条さんも、まあ、そういう意味ではね「ドクター水素ボトル」でいろんな方を全国うつつうらうら元気にしていますよね。うねもういろんな方と知り合いになれるんでね <laughs> 今朝もねなんかね <laughs> あのとんでもない人からオファーをいただいてちょっとまだ、うん、あの全部あのことがなってからお話し,しますけど、うん、有名なね元のまあ元 ホームランバッターの方と今度お話しすることになったんですけどね、水素 <laughs> <ん>を使ってみたいってことなんですよ。だからね、まあ、本当にいろんな方ご縁いただいてお会いさせていただいてね、峰さんとも不思議なご縁できのうはいろんな茶ンとか行って遊び歩いてきたんですけどね、まあ大爆笑、行くとこ行くとこ。<laughs> お もうだから、ね、みんなこの峰さんに集まる人たちってねみんな仲いいんですよねそうですねもうすごいチームになってへ<ー>愛媛行くとね楽しいんですよ本当にね面白い人たちが集まってきてるへえ<ー>、ね、このチーム先駆けの方々はだこう 不思議な私今ね、感覚にとらわれてるんですけれども。<laughs> 沖縄も来られるんですか。沖縄は実はあの、僕。まあ、嫁とその入籍をしたのが宮古島で入籍させてもらったんですけど。沖縄が好きでよく、はい、昔から来させていただいてます。ただ、仕事でのつながりっていうのは、あの、まだ。 あの薄いので<ー>、うん、これからしっかりそこもちょっと入っていけたらなと思ってますそれはこ頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に <noise> WOOEAST 株式会社電話番号0335272211 はい嘘のような本当の輪ということでね私 MC 土井秀人と、えー、北条政宏さんをお迎えしてお届けする中に、えー、今日はですねスペシャルゲストに峰さんチーム先駆け峰さんをお迎えしてますがねあのー、沖縄沖縄はど,どんなつながりがあったら望ましいんですかねちなみにこうボケた質問かもわかるんないですけど。 もうありがたいですけどねお<い>、はい、別にそのお,しお仕事っていうかビジネスでこうつながってとかっていうのでもなくて本当にもう困ってる人たちが目の前にいたら助けてあげようぜっていうチームなんでどんな人とのどんなつながりでも大事にしていけたいよねっていうのをテーマにやってます。はい、困ってる人たちを助けてあげると、うん、ビ,ビジネスになります ビジネスになります。大体へえー、すごいですね。なんか詳しく。 お話をぜひ聞きたいなと思うんですけどももうあの他局で「こまる君集まれ」っていう番組やってましてね、えー、あの困った人たち困った性格の人が来てもらっても困るんですけど困ったね <laughs> なんかを抱えてらっしゃったりする、ね、まあ別にそのお悩みなのかなんかわかんないんですけどやっぱりその地域やね地元やいろんなねあの方々ゲストの方々と何かこう解決の糸口ができたらなっていうのが うん、まあそれのまあねこの番組の,この体バージョンといってはなんですけどやっぱり人間ねこの睡眠や体があってのことなのでっていうところも含めてやらせていただいてるんですが。 いいですね、ちょっと非常に興味深いあのお話でなぜその道に行かれたのかとかって言ったらかなりね特番級の話になっちゃいそうですよ。長くなりそうですねそんなわけでねあの北、ー、条、まあ、さんとの出会いがちょっと僕もまだまだ見えないところあるんですがドクター水素ボトルとはど,、はい、ど,どの辺からどんなだったんですかえっと 昨年ですかね。そうですね昨年の四月ぐらいに、ね、はい、初めてあの補助社長をご紹介いただいてはい、でそこからのはい、つながりでやらせてもらいました。うんうん、大体2か月三か月にいっぺんぐらいお邪魔してはい。うんうんめ<ー>、うん、にえ愛媛に行ってはい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 峰さんご自身は特になんですかあの異常に良くない ご病気を抱えてらしたとか、うん、あ僕自身はそうですねそのそんなにあの話題にできるような内容ではないと思うんですけどアレルギーであったりとか、うん、あとその喘息であったりとか、うん、まあまあそういうのはありましたけどそういうのももちろんそのすごく楽になったっていう経緯はあるんですが僕の周りの人たちやっぱりその僕がつながって ってるその方々がやはり健康の悩みを持ってるって方がすごく多かったんですよ。だからそういう人たちにやっぱりもう抜群のそのものがあるよっていうので、はい今回こういろんな方々にご紹介させていただいているような形ですね。そうするとやっぱりあれですか人づてでありながらその血流をね見て。 とかあのまあ、説明会って言ったらあれですけど水素の勉強会みたいな形で参加されて、はい、そうですねそれがきっかけで、はい、あこれだったら本当にそういう困ってる人たち、ね、役に立てるかも、うん、みたいなところなんでしょうかね、はいはい、あいいですねそうかもっとなんか、うん、いっぱい、ね、峰さんみたいな方がいらっしゃったら、ねね、世の中良くなるのね毎回たくさんの方に、ね、お越しいただくんですよでも全国にねそういったつながりが。 終わりだったららねね素晴らしいですよなるほどなるほど。ほどであの今峰さんの中でまあお知り合いの方がね、はいでまあ、この「ドクター・水素ボトル」に出会って「あよかった」とか何かこう変化を生じたとかそんなエピソードっていうありますか実はあの僕、うん ある土地では治療院も経営してるんですけどその治療院に来られる患者さんたちにも皆さん試していただいてるんですよ。で本当にあのいろんな痛みであったりとか炎症なんかはも,うもちろんすぐこう消えたって言ってくれる方々がほとんどなので、うん、すごくあのそっちの面でも助かってますね。 あ,あのなんていうか接骨院とか鍼灸院とかそういったものもやってるのであじゃあそこにはの皆さんご自身が行ってあだこだっていうんじゃなくてもうちょんとスタッフさんというかその方が理解をされてて<あ>こんなんあるよっていう僕もあのその場に立つこともあるんですけど<ー>、はい。あそうなんですねなるほどなるほど大事ですよねそういうところからまた だってね痛かったり何とかしたくてね通まれてる方々、ね、な,んでなんでね,ねもう面白いのはねあの、えー、とお相撲さんで元小結びの人でねあのゴッツハンドっていうのやってるとこがかたいですよ美、ねえー、杉里さんっていう人がいるんですけどねその方がね東京の中野で あのやってるんですけど施術する前に待ってる間にオプションで15分水素吸うとか30分吸うとかで早く来てもらって水素吸って体ほぐしてからやるとお客さんん絶賛すするってうんですよ、うんまあ、それはあの私はちょっと提案してねこんな風にやってみたらどうですかっていうやり方なんですけどまあとにかく全然違うっていうんですね普通に施術するのと比べたら指の入りが違うっていうんですよ。 ね、で,で、やってる方も楽らしいんですよ、うん、スッと入るからなのでね治療院さんなんかはそうやって併用してもらったりするとすごくお客様が喜ぶっていうはあなるほど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 ああ指の入りがねそ<う>、まあ、ごっつごつですよねきっとねそうですそ、ね、うで、ん、す、うん なるほどね素晴らしいかもいでもそ,それも提案ですよねそのそう,ですうん術ねこんなどうかしらという思いつきのように実はなんかこう準備されたステージに乗っけてあげる、はいね、それで喜んでいただければね素晴らしいそうであとうちで開発したスペシャルパーツがありましてこれあの治療院を80店舗以上やられてる先生と 先生にもともとワンちゃんに水素吸わせるようで僕が提供してたものがあるんですけどそれをワンちゃんじゃなくてその痛い人の肩とかにピタッピタって当てるようにしたらしいんですよそしたらもうお客さんも患者さんが「いやそれ何?」って「痛み取れるんだけど」とかって言われたっていうことになって痛いところに片っ端から今当ててるらしいんですね。あなるほど よくよく考えてみたらその痛いところって活性酸素溜まってるから当ててあげればねその痛みが和らぐのは、まあ、想像はあのに難くはないんですけど「いやすごいんですよ」って言ってもうそこの経営されてる傘下の治療院さんみんなその特殊パーツ特殊パーツっつってもあのカニーラの先っぽをね貯金って切ってであのこうお椀みたいなカップをねつけてあげてるだけなんですけどうん、うん、手作りのやつでね。 でそんな使い方があるんです」なんて言ってねそういう先生に教えていただいたりしてだからやっぱりそこにいろんな、ね、あの治療院されてるとそういう体にやっぱ苦労されてる方がたくさん見えるのでそういった方への水素の提案ってすごくいいと思います。へ<ー>はい あのー、今年あたり、商品化じゃないですか、それ、ね、一応、ね、一応もう買えるには買えるんですけどね、その <laughs> 大量生産してないんですよ、あのうちのスタッフがあの一生懸命会社の中で作ってるっていう感じですけどね。 いやあのー、本当にそれでねお役に立てる立てるなんていうのかなあのー、うんあのよくしたいって思う方もやっぱり局部的にとかいらっしゃると思うのでねいいと思いますなるほどなるほどねあのー、ミヌさん他にはそういうまあねエピソードありますど,どなたかがこういうふうに救われたって言ってたけどなみたいなあのー、骨折された方なんかは、うんうん 全治まあ普通に治療すると二ヶ月から三ヶ月ぐらいかかる方が一ヶ月とか一ヶ月半ぐらいでもう完治したっていう方は何人もいらっしゃいますね。うん、おお恐ろしいね, <laughs> ね。それも大きいですよね。<laughs> すごくついてくれたのね。本当に。うん。ええちとちょっと CM の後詳しくお聞きしたいと思います。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。 体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOO e a s t 株式会社電話番号03「0335272211」はい、嘘のような本当の輪ということで、えーね、ドクター水素ボトルの北条正宏さんと愛媛、えー、県から、ね、チーム先駆けの峰さんをお迎えしておりますが。 骨折もね誰もしたくてする人いませんけども早く治ればね土井、ね <laughs> ね、さんの息子さんなんてねえらいことになったですもんねの。最近ちょっとなんかねあの受験間近で神経高ぶってるらしくてあの勉強してる わけじゃないんですよ、睡眠がちょっとあれだとうか、ちょっと下にわしたろうかなと思ってあ、そうそう、大事ですよ、<で><ー>受験生てあげてください、わしたけど、そうだ、そうだ、もう本当、番組っていいですね、いろいろ、本当ね、学びになります、骨折もそうなんですよ、うちの息子もこのね、番組でも何回かおしゃべりさせてもらってるんですけど、中3で修学旅行目前、サッカー部だったもんですから、やっちゃったんですよ。うん、でそのねじゃなくて やっぱりこうなんかずれててねあの松葉杖になって僕学校休まして平日ね2日間まあもうとにかくもうずっと充電して繰り返してすっとけってって仕事行ったりしたんですけどあの本当にびっくりしましたうんそれこそまさかってねこうやってラジオでは話してて骨折っていうかそれにも某歌手の方がねよくなったとか話は聞いてても自分の息子がで松葉杖ついて京都の旅行行ったんですよ。 沖縄から <laughs> 帰り迎えに行ったら走ってましたから「<laughs> あみたいな <laughs> でもだから松葉樹の時点でだいぶなんかね本人的な感触が良かったらしいんですけどなんかいらんようになったっつって「ええー!」みたいな、まあ、そんなエピソードもあったりするので喜ばれますよ、ね、<対>やっぱり骨の中もものすごい血管走ってるんで <laughs>、うん、その血管の血流がよくなると月がよくなるのは当たり前ですよね。うん そそそうううこれねいろんな方と私もねやっぱりおすすめっていうかいいでしょ、いいでしょ,ういいでしょうじゃなくてあのお話ししてて骨の骨折の問題実はね一番信じてくれないぐらいあの、ね、骨折がみたいなカルシウムだからその血管走ってるなんて知らない人ほとんどい からねアラファルフでくっつけてるわけじゃないんですけどね。<laughs> やっぱ血流を良くしてそこの再生を早めてるわけですよね。ねこれもやっぱりあの理屈じゃなくて体験談語るんですよね。うん、本当にね。うん、ああそうかそうか。正骨ねあのうん背術関係の方々ね。でこの間は、ね、そのかそういう方もいらっしゃるその美容室の方ね、えー、水素水素 スプレー。困ってる人いっぱいいますね。はい。水素以外にもあるんですか、皆さんそれ。困ってる人。実はこんな風に助けちゃったみたいな。ヒーロー戦隊とは言わないですけど。いや、そうですね、いろいろ、はい、はい、あります。おしゃべりできる範囲。えと、本当にもういろんな方々とつながらしていただいてるので。例えば、僕はもう、あの、つなぎ役というか。 もうこういうことで困ってるんだったらじゃあこういう人紹介しますよとかまあじゃあこっちのお困りごとだったらそういういそれにの解決できるような方を紹介しますよとかっていうポジションではいやらせてもらってたりはするので、えー、仲介やさん中中そうですね仲介することが多いですね <laughs> それお,お仕事ななくないですかっえっとそんなこともないですねその言ったら いいものを持っててもそれをこう,うまくビジネスにできない方々ってたくさんいらっしゃるんですよ。で本当にこう困ってるのになかなかそういう本物の人たちと知り合うことができないっていう人たちもたくさんいらっしゃるんですよ。でしたらそ,のそこをちゃんとつなげてあげる人間が間にいれば両者とも,もハッピーじゃないですかうん、うん。それをもうシステム化してもう仕組みにしてこう回してあげるっていうのが うちの,そのサービスとしてこう展開しているものではあるのでさんお友達になってください <laughs> い,い僕でよければぜひ沖縄はね <laughs> 多いんですよあのお父さんなんかもう死ぬほど来てるんで僕より詳しいところもいっぱいあるんですけど <laughs> <laughs> あの僕も行ったらねあの向こうの人間なんで12年目まもなく本邦丸12年になるんですけどこっ、はい、ち移住して沖縄いい例えば人であったりこう素材、うん、あの例えば特産物であったりとかいいものいっぱいあるけど これ大ヒットできるネタなのにちょっとこうなんていうか今一つみたいな実はいっぱいあるんで 沖縄助けてくださいいや僕も何か協力したいですね。うん、本当にに当にあに、のー、そういうところではそのインフラがとかね情報がっていうだけじゃなくて人間力僕すごく必要だと思っているんですね。ぜひちょっとね、あのー、お話聞かせていただきたいと思っておりますけども、ね、勉強会みたいになってきちゃいましたけど <laughs> <laughs> でも水素勉強会ってそういえば話飛ぶんですけど、はい、いいですよね。あの僕自分自分身が拙い知識であの、ね、おじさんとか 受け売りじゃないんですけどこうですって「へえ」っつってねお求めになられてなんか別にね宣伝とかも全然しないんですよ、ね、SNS もそんな使ってとかやってないんですけどなんとなくその横のつながりとか人間同士のつながりの中でこの、ね、結果がまあ見えてると言ったら言い,言い過ぎかもわかんないんですけどやっぱりお体の具合良くなったよねーって。 ね、美人だったけどえっていうぐらいまた綺麗になっちゃったりする本当それを目の当たりにしてるからい,いいんじゃないですかみたいになるべくこう北条さんのようにこう冷めた言い方で <laughs> 大丈夫だと思いますよぐらいにしてはいるんですけどやっぱり実際ね 勉強ってこんなガリガリするもんじゃないって言ってこんな風に話をしながら何ていうんですかね血流見てもらったりしてって言ってあーそーあー昔そうだったんですけどねっていうのってああ僕はやっぱり続けていこうかなってつくづく思いますそんなもんバンバンね皆さんお求めになるもんじゃないかもしれないけど <laughs> まあでもね何よりこの皆さんがこう笑顔になっていくんですよ。本当に苦しんでいた方が元気になってね。 で私をおかげでこれはこうなれましたとかねこんなことができるようになったんですとかって言われるとねよかったねって言ってねでそれのずっと連続を私も9年間やってたら今すごい、ね、ことになっていて、まあね、水素はあの体のに体に決まってますって言われたことがある最近ね決まってるんですねって言ったんだけどそう思いますけど確かにみたいな。 もうだから以前、その仕事を始めた当時は爆発しないんですかとかね <laughs> もうなんかと、とんちんンなこと言われてね、ガスですよねそん、ね、<laughs> なんだったんですけどそれが今はね、ねもういやいいやつですよね、体いいやつですよね、欲しかったんですよ、探してたんですよとかね言われるんですよ、最近は。本当に環境がどん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 ん変わってきてしかもね品物がやっぱりねいいとね。 あの皆さん喜んでくださるんでんやっぱりね濃度がないと全然ダメなんですよそうですねだから他社を批判してどうのこうのってはないんですけどそのいいものちゃんと濃度が出てるものっていうのがうちは,はあの,鼻のところで83万 ppm っていうとんでもない濃度が出てるものですからこれはちょっと類例がないそしてまた今度業務用が出ちゃったんでね、うん、これが強烈にみんなびっくりされるんで <laughs> まあねぜひ体験していただきたいと思います そうですね。はい、うん、あの体験ね、あの興味、うん、そんなとこからね、出会いが生まれる、うん、そんなものかなっていうふうに思っていますね。これから。 大人になり、ね、年を取っていくにあたって、どっかね、えー、病気にならなきゃいいなと思う方、もしね、気になった方がいたら、どうぞお気軽に、FM 技能案までね、お問い合わせいただけたらと思っております。何より私も沖縄12年目、ね、おじいやおば、健康長寿局,局、長寿県、沖縄がね、またトップに返り咲くように、ね、皆さんが健康であったらということを自分も含めて願っております。はい、そんなわけでね、えー、今週はまたね、愛、え、媛、ー、県から、 チーム先駆けは皆さんお迎えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、本庄さんもまた来週もよろしくお願いします。ありがとうございます。はい <music>